ドリース・メルテンスは、ベルギー・ルーベン出身のサッカー選手。ベルギー代表。SSC ナポリ所属。ポジションは FW。2020年6月時点で、同クラブの最多得点記録保持者である。RSC ・アンデル・レヒトの下部組織に入団したが、トップチームにはたどり着けず、カーヘントの下部組織に移った。2004年に、 カーヘントのトップチームに昇格したが、2005年には、ベルギーサードディビジョンのエンドラハトアルストに、レンタル移籍し、サポーターが選出するクラブのシーズン最優秀選手に、選ばれた。2006年には、オランダのアゴーブ・アペルドールンにレンタル移籍し、2007年に、完全移籍した。エールステ・ディビジのクラブで最も重要な選手の一人となり、キャプテンも務めた。 2008から09シーズン終了後には、エールステディビジの最優秀若手選手賞であるで、ゴーデン・スタイヤーを受賞した。2009年5月25日、FC ユトレヒトに移籍した。移籍金は60万ユーロ。2009年8月1日、2009から10、シーズン開幕戦の RKC バールバイク戦で、デビューし、8月16日の BBB フェンロー戦では、 遺跡後初得点を含む2得点を挙げた。2点目は直接、フリーキックによるものであった。2011年6月28日、チームメイトのケビン・ストロートマンと共に PSV、アイントホーフェンに移籍した。遺跡金は2人合わせて1300万ユーロ。同年8月28日の SBV エクセルシオール戦でプロ入り後初めて、ハットトリックを達成した。 2011から12シーズンは、開幕から好調を維持し、ローダ JC 戦では一つの PK も含めて、一人で4得点を挙げた。2013年6月24日、ラファエル・ベニテス監督就任後の初補強を選手として、SSC ナポリへ完全移籍10月30日のアクフ・フィオレンティーナ戦で、セリエ初ゴールを記録。加入1年目は、 リーグ戦33試合で11得点を記録した。またコッパイタリア決勝、アクフ・フィオレンティーナ戦では途中交代で出場し、勝利を決定づけるゴールを決めた。2016から17シーズンに、ゴンサロ・イグアインがユベントス FC へ移籍すると、ストライカーとしての才能を開花させ、エースの地位を確立。12月11日のカリアリカル初戦で、ハットトリックを達成し、 次節のトリの FC 戦でも4得点を記録。12月30日には2016年のベルギー最優秀選手賞を受賞した。2017年2月のボローニア FC 戦でもハットトリックを達成し、リーグ戦では35試合で28得点を挙げたが、エディン・ジェコと1得点差で得点王のタイトルを逃した。 2016から17シーズンは公式戦で45試合に出場し34得点を挙げた。2017から18年もセリエ A で18ゴールを決め、優勝に一歩及ばなかったが、ユベントスとの優勝争いの原動力になった。2018から19年度、第2節 AC ミラン戦では2の2の中、途中出場から決勝ゴールを決めた。 11月2日のエンポリ戦で、ハットトリックを達成し、セリエでのベルギー人通算得点数で、オリベーラを抜き裂いた得点者となる。CL、グループステージ、ツルベナズベズダ戦で2ゴールを決め、ナポリでの通算100得点を達成。2019から20シーズン、ナポリでは2019年1月30日までに、 通算304試合出場で118ゴール71アシストを記録しているが、今シーズン限りで契約が切れることもあり、冬の遺跡市場でのチェルシー FC への遺跡が報じられたが、遺跡は実現しなかった。2月3日セリエ A 第22節サンプドリア戦では、途中出場から決勝ゴールを決め4から2で勝利に貢献した。 2月25日チャンピオンズリーグラウンド 16FC バルセロナ戦ファーストレグでゴールを決めマレクハムシクの持っていたクラブ最多ゴール記録121ゴールに並んだが試合は1から1で引き分けた6月13日コッパイタリア準決勝インテル戦セカンドレグにて GK オスピナのロングフィードを受けたインシーニエと並走彼からのパスをゴールに突き刺して クラブ史上最多得点記録を更新し、チームを決勝に導いた。6月17日、クラブとの契約を2022年まで延長し、同日のコッパイタリア決勝ユベントス戦では67分まで、出場して13から14シーズン以来の大会制覇に貢献した。2020から21シーズン、3月21日、ローマ戦で挙げた2点目のゴールで、 セリエ A 通算100ゴールを達成、ベルギー人プレイヤーとしては初めてセリエ A で100ゴールを記録した選手となった。2010年10月1日、UEFA ユーロ2012予選のカザフスタン戦とオーストリア戦のために、ベルギー代表に招集された。ジョルジュ・レイケンス監督の初再敗試合となった。この試合には出場しなかったが、2011年2月9日に、 ヘントで行われたフィンランドとの親善試合でベルギー代表デビューした。2012年8月15日のオランダとの親善試合で代表初得点を記録。2014FIFA ワールドカップでは5試合に出場しアルジェリア戦でゴールを決めた。2018年 FIFA ワールドカップロシア大会では一時リーグ初戦パナマ戦で先制点を決め、第2戦チュニジア戦では ルカクのゴールをアシスト、決勝トーナメント1回戦日本戦では、先発から65分間出場、3位決定戦では、途中出場、全6試合に出場した。2021年6月17日、UEFA ユーロ2020のデンマーク代表戦で、通算100試合出場を達成した。2018年 FIFA フフワールドカップロシア、 大会決勝トーナメント1回戦日本戦の試合終了後、日本代表の長友優斗とユニフォームを交換し、自身のインスタグラムに僕はこのシャツを特別な場所に飾るんだ。フィールドの中でも外でも日本代表をリスペクトしているとのコメントを残した。また、大会終了後にはプライベートで日本を訪れた。ありがとうございます。